はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、潜入回収の訴え、民法200条、201条の3項、202条について解説いたします。ちょっと細かい内容になってくるんですけども、一つ一つですね、確認しながら勉強していただければ分かる内容だと思います。まず一番最初、200条の第1項の内容、まず条文読ませていただきます。占有者がその占有を奪われた時は、占有回収の訴えによりそのものの返還及び損害賠償の請求をすることができる。このように規定しているんですね。で、まずポイントとなってくるのは、占有回収の訴えっていうのは占有を奪われた場合に訴え提起することができるんだというところなんですよ。占有が奪われた場合って、例えばどういうことかっていうと、自分が持っているものを盗まれただったりとか、また、自分の土地、自分が所有している土地に、自分がですね、不要品とかを、置いてあったと、置いて占有していたにもかかわらず、第三者が、その土地にですね、勝手に建物を建てて不法占拠しちゃったと、そういった場合、これも占有を奪われた場合に含まれます。一番わかりやすい事例は、もう盗まれたですね。自分が持っているものを盗まれちゃったといった場合、このような場合、何ができるかというと、返還請求ができます。占有回収の訴えに基づいて、そのもの、奪ったものを返してくださいと請求することができる。返還請求ができる。また、損害賠償請求もできるんですね。壊されちゃったとかいうのであれば、損害賠償請求も合わせて行うことができます。どちらもできるということですね。で、これ詐取と読むんですけども、騙し取られたっていう意味です。騙し取られた場合は占有を奪われたには含まれないんですね。この占有を奪われたっていうのは、自分の意思に反して奪われちゃったっていう場合なんですよ。この騙し取られたっていうのは、誰かから騙されて、で、その結果自分の意思に基づいて物を相手に引き渡しているわけなんですね。つまり自分の意思に基づいて物は引き渡している。したがってこれは奪われたには含まれないんですよ。相手方とか第三者から何かしらいいことを言われてですね。で、それを信じちゃって騙されて、じゃあそれだったら引き渡してもいいかっていうことで引き渡したっていう場合なので、この場合は占有を奪われたには含まれないんですね。また、遺失、なくした。なくしたっていうのもこれは奪われているっていうわけではありませんので、これも占有を奪われたには含みません。この部分は重要なので、まず頭に入れておきましょう。では第2項ですね。これもちょっと条文読ませていただきます。占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときはこの限りでない。このように規定しているんですね。まず、侵奪した者、これを B さんと仮定します。A さんが物を持っていて、占有していて、それを奪いました。奪った人が占有を侵奪したものです。で、この占有を侵奪したものが、この奪ったものを C さんに売却しました。この買った人が特定承継人に当たります。で、この特定承継人が侵奪の事実を知らない場合、つまり A さんからこれ奪ってますよね、B さんが。B さんが奪ったっていうことを C さんが知らない場合っていうのは、C さんを保護して、A さんは C さんに対して、占有回収の訴えを提起することはできません。一方で C さんが侵奪の事実、A からそのものを奪ったという事実を知っている場合は、この場合は C さんを保護する必要性はありませんので、A は C に対して、占有回収の訴えにより返還請求だったり損害賠償請求を提起することができますよと。いった内容が2項の内容になってきます。200条の2項の内容ですね。で、201条の3項の内容、これ何が書いてあるかというと、占有回収の訴えっていうのは、占有を奪われた時から1年以内に提起してくださいね。これを過ぎちゃうと占有回収の訴え提起することできませんよっていう内容が書いてあります。ここも非常に重要なんで、占有を奪われた時から、この起算点ですね、占有を奪われた時から1年以内、ここをちゃんと頭に入れておきましょう。で、続いて202条ですね。ここがちょっと難しい内容なんですけれども、
一つ一つ見ていきます。まず202条の1項の内容、条文読ませていただきます。声優の訴えは本件の訴えを妨げず、また本件の訴えは声優の訴えを妨げない、このように規定しているんですね。で、声優の訴えっていうのは、例えば声優回収の訴えだったりとか、また前回の動画でもお伝えをした声優保持の訴え、声優保全の訴え、こういったものが声優の訴えに当たります。で、一方で本件の訴えっていうのは、所有権とか賃借権に基づいて返還請求するとか、まあ、こういったものが本件の訴えに当たります。なんで、まあ、本件っていうのは所有権とか賃借権とか、まあ、そういった権利だと、頭に入れていただければそれは大丈夫です。で、ここで規定している内容っていうのは占有の訴えを提起していて、で、その後本件の訴え提起するっていうのでもいいですよ。また本件の訴え提起していて、で、占有の訴えを提起する、これ OK ですよ。つまり例えば所有者が物を占有していたと仮定します。で、それ奪われちゃったといった場合、占有回収の訴えを提起するっていうことも OK ですし、また所有権に基づく返還請求、これを行ってもいいですよ。また両方とも行うということもできますよっていう内容が202条の1項の内容なんですね。で、202条2項の内容、ちょっと条文読ませていただきます。占有の訴えについては本件に関する理由に基づいて裁判をすることができない、このように規定しているんですよ。で、これがちょっとややこしいんですけども、ちょっと具体例見ていきます。例えば A さんが所有者で物を持っていましたと、物を所有していた、で、これを B さんに奪われちゃった、で、奪われたから A さんは無理やりそれを取り返した。で、この無理やり取り返すっていうのを自力救済という言い方をします。無理やり取り返した、そうすると B さんからすると無理やり取られたわけですよね、まあ、もちろん奪ってるんだけれども、奪うことによって B さんはそのものを占有していました。で、占有していたものを無理やり取り返されたとすると、 B さんからすると占有奪われちゃってるわけですよ。だから占有回収の訴えを提起します。 B さんが A さんに対して占有回収の訴えを提起します。この占有回収の訴えっていうのは、奪った人であったとしても、奪った人がさらに奪われたというのであれば、これ提起することができるんですね。なので B さんが A さんに対して占有回収の訴えを提起した、この場合 A さんが所有権は私にあるから占有回収の訴え認められませんよというふうに主張する、これいわゆる抗弁っていう言い方するんですけれども、まあ、対抗っていうのかな、自分には所有権があるんだから、この占有回収の訴えこれ認められないよって主張することはこれできませんよっていうのが、この2項の内容なんですね。じゃあ A さんどうするのというと、この場合は B さんが A さんに対して占有回収の訴えを提起したのであれば、それに対して A さんは B さんに対して、私は所有権持ってるんだから所有権に基づいて返還請求をしますよというふうに裁判をすればいいという話なんですね。なので、この2項の内容については、B さんが占有回収の訴え、まあ、盗っ人ですよね。盗んだ人が占有回収の訴えを所有者に対して提起してきた。そういった場合に、所有者は、所有権は私にあるから占有回収の訴え認められないよって主張することはできないんだよというのが2項の内容に書いてあります。まあ、ここまでですね、頭に入れていただくと、まあ、占有回収の訴え、おおよそ得点できますので、しっかり頭に入れていただければと思います。ちょっと内容難しかったので、この動画は何回か見ていただければと思います。そして弊社は個別指導を行っております。まあ、今回の解説のように具体例を入れながら、できるだけ分かりやすく解説しておりますので、次の試験で絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。受講していただければ、1回で合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。